カーチャ・エプシュタイン、カーチャ・エプシュタイン、コティア・エブシュタイン、1945年3月9日帯は、ドイツの女性歌手。本名は、カーリン・ビト・ケービチ、カリン・ビト・クアビッツ。彼女の母親は、1945年、出産間近ながら、赤軍の侵攻から逃れるため、オーバーシュレージエンの刑に必死って、現在のポーオンドシレジア地域から脱出しなければ、ならなかった。 逃走劇の新田田中、現在のドルヌイシロンスク県ブロツワフ近郊の小さな村ギルラックスドルーフで彼女は生まれた。彼女は西ベルリンで育ち、大学時代は考古学とスペイン語等を勉強する傍ら、時々パブでファンダンゴでウェルバファンダンゴでウェルバ等を歌っていた。本格的な歌手活動を開始したのは1960年代の後半からで、 ジェームス・ラスト・楽団の歌手から始まった。1965年、カーチャ名義で、アリオラレコードから、ナーゲンタボンでデビューした。翌1966年、を IST ダスシフもリリースしたが、これらは全くヒットしなかった。1967年、作曲家兼プロデューサーのに出会い、ドイツローカルのウッドストックフェスティバルに当たるに、出場した。そこで、 世界に通用する歌詞を売り出そうと考えていたドイツの社長を目に留まり専属契約を結ぶことになった。それを機に芸名をカーチャ・エプシュタインに改名した。この名字は彼女の家族が住んでいたベルリンイコール・ライニケンドルフのエプシュタイン通りにちなんだものである。1969年デビューシングルはグレン・キャンベルの ビチタラインマンのドイツ語カバーでアだろうとインデア、ソンネねだった。続いて、ウンとベンデアルゲー FLLT や、映画、女王陛下の007のドイツ語版、サウンドトラック挿入歌、クリスマスツリー・オブントロイムとエーンはイナッツオバーミム、マイ・バルム・ワイ・エステダイベルト・ソー・シー・チ・ンと、いったシングルに加えて、最初のアルバム、カーちゃんもリリースした。このアルバムには、ディオン・ヌ・ワーウィックの アハウスイス、ノタホームウェーンハウス YST、ケンツハウス、ボビーガーリンのこの小さな願いをネゲルトウント、ラメン、ペトラ・クラークの諦めないでネギブニッシュとアウフ、バーブラ・ストライ・サンドのマイ・カラリング・ブック・マイン・ビルダー・ブック、ミュージカル、ヘアー挿入曲、グッド・モーニング・スター・シャイン・ダイレッツ・トン・スターンのドイツ語カバーやビートルズのアハード・デイズ・ナイトの 英語カバー等の名称が含まれていたが、大ヒットには至らなかった。エプシュタインがブレイクしたのは、それから数ヶ月後のことだった。1970年3月21日、オランダ・アムステルダムにて開催された、ユーロビジョン・ソング・コンテスト1972、西ドイツ代表とし出場。愛の訪れベンダー・ギブット・エス・イマー・ビダーを歌い、第3位に入賞したのである。同曲は、 ドイツ本国のチャートで11週ランクイン、最高位16位を記録する最初の大ヒットになった。本作は日本でのデビュー曲となり、同年4月25日に、東芝音楽工業株式会社から、シングル版が発売された。また、英語版、No More Tears For Me、フランス語版、UN Miracle Put Our Iver、スペイン語版、See a Play Hey a l g u n Miragro に加えて、 日本語版も録音された。この日本語版は、同年10月5日に、同じ東芝レコード所属の岡崎ゆきのアルバム、花びらの涙の中でもカバー収録された、日本語詞、片桐和子、編曲、川口誠。続く、朝は再びうんと弁営ンのやたぐえばくとも、ヨーロッパでヒットしたが、日本ではなぜか、B 面収録の、恋は、 歌のようにマインレーベン・ IST ・ v n リードに差し替えられた。どちらもクリスチャン・ブルーンの筆によるもので、それがきっかけとなり二人は結婚するに至った。翌年のユーロビジョンソングコンテスト1971でも、ジェセベルト、作曲、作詞、フレット・ジェイで出場。二年連続で3位入賞し、こちらも10周ランクイン、最高位16位という快挙を成し遂げた。 1973年には NHK ドイツ語講座でビア・リーベン、ビア・リーベンが今月の歌に採用された。来日記念版であるアディオ・サッポロ以降、日本でのレコードリリースは途絶えているが、本国及びドイツ語圏ではコンスタントにヒットを飛ばしている。特にスタン・フォン・ミカノース、S ・ O ・ア・イン・マル・エン・ジェイガーの2曲は半年以上チャートインするロングランで、 最高位4位という大ヒットになった。また、世界的なヒット曲のドイツ語によるカバー録音も引き続き取り組んでいった。青春の光と影ベイで聖典、ウィージッシュ・マロンドレイ、N、イム・ウィンドやアルゼンチンよ、泣かないで、ウィーン・ニッシュというエム、ミッチ、アーガンティニアン等のナンバーは、オリジナルに勝るとも劣らないほどの素晴らしい歌唱と言えるだろう。 ユーロビジョンソングコンテスト1980では、シアターが2位に入賞した。同曲は、古き良きカバレット、キャバレーソング風の作品で、愛の訪れを上回る15週ランクイン、最高位11位を記録した。同曲も、英語、フランス語、イタリア語の多言語で録音された。この他、1980年代は、アプシット IST、エーン・ビスハン・ウィー・ステルベン。 ダンエロート・ドッグデーンブーロ等がヒットしている。1986年にはアードテレビ宝くじでメンシュサグドッグアインフォック NA 運動を歌った。その他の活動としては詩の朗読を披露しているが社会的、政治的な分野でも盛んに活動している。例えば選挙ではビリー・ブラントを支持しており、1992年には後に ドイツ交通大臣となった、マンフレート・シュトルペの夫人と共に、子供のための環境活動環境が危険に、さらされている若い人々のための援助機関を、設立、活動している。カーチャ・エプシュタインの、魅力ザ、ベスト・オブ・コテア・エブスタイン。エブスタイン、エプシュタイン。シアター、シアター、ベスト・オブ・カタヤ・ディスク2。ニューア・デア・ウィンド・ケント・マイネ・トロイマ・ヒッツ&、レラ・タットン。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。